ヘルシーな食材として注目されるごま、毎日の料理に積極的に取り入れたいですね。バーミックスならすりごま、練りごまもあっという間、さまざまなタレに活用できて手軽にたっぷりごまを摂取できます。使用するアタッチメントはスーパーグラインダーです。材料を細かく刻んだり粉砕するときに使います。最初にフライパンでごまを入ります。ごまに熱を加えておくと油が出やすくなるからです。電子レンジで加熱しても OK です。スーパーグラインダーに温めたごまを入れ、バーミックスをセットします。ごまに均一に刃が当たるようスーパーグラインダーを片手に持って振りながら砕きます。約10秒、あっという間にすりごま状態になりました。練りごまの場合はさらに時間をかけて砕きすりつぶします。ごまが均一に刃に当たるよう片手に持って振りながら砕きます。油が出てきたら側面や蓋に貼り付いたごまを振り落とすように時々振りましょう。さらに油が出てくると自然に刃が当たるようになります。この状態になったらスーパーグラインダーを台の上に置いたままで砕きます。一度スイッチを止めて蓋を開け、容器のヘリや蓋に飛び散ったごまをヘラで寄せます。無駄なく全体を滑らかに仕上げるためです。もう一度スイッチを入れ、全体を滑らかに混ぜ合わせて出来上がり。引き立てのごまは市販品では味わえない香りの高さと新鮮な美味しさが特徴です。練りごまに醤油、砂糖、酢と長ネギ、生姜のみじん切りを混ぜ合わせてバンバンジーソースに。蒸し鶏ときゅうりと一緒にいただきます。入りたてのごまの風味をたっぷり楽しめます。練りごまがあればさまざまなタレ、ソース、ドレッシングに応用できます。健康食品として注目されているごまは砕くことで吸収されやすくなります。バーミックスを活用してごま料理を多彩にお楽しみください。